俺は新たゴーコ菜園をはよしゴーついさっき天領奉行のやつらが掲示板にお知らせを貼ったんだ。で、俺らの祭典が中止されることになった。詳しいことは分からんが、どうやら親分が天守閣の中でチラシを配ったらしい。将軍様もきっと新たき極上正々豪古大祭典に参加したいはずだとか言ってたそうだ。え？親分の言ってること間違ってなくないか。将軍様だってきっと参加したいだろう。ああそうだよな。お前はそう思わないのか。俺らの考えなんて今はどうだっていい。とにかく親分はその場で見張りの奥詰め衆に捕まって天領奉行に連行されちまった。大丈夫、忍ぶの姉御が解決してくれるはずだ。親分は軍事機密区域を荒らした疑いで、奥詰衆に連行された。その後あの九条サラ様が親分の容疑を公序良俗違反に変えたそうだ。さあ、あの九条の天狗め、よくも親分にそんな重い罪を。おいバカ、これは罪が軽くなったんだよ。これなら署内で指導を受けるだけで済むはずだ。採点の方は親分が出所するまで再開できないだろうけど、旅人心配しないでくれ。忍の姉子がうまいこと処理してくれる。きっと大丈夫だ。ひとまず俺らの採点を支援してくれてありがとな。親分が出てきたらきっとお前のところに直接礼をしに行くはずだ。お前の旅が俺らの祭典と同じようにより良くなることを願ってるぜ。良くなることを願ってるぜ。
We'll be right back.